若者が全員選挙行っても、高齢者が数十パー行くと勝てないので、年代別割合で10日係数つけて選挙した方がいいと思いませんか失礼。うん、<laughs> 言いたいことはわかる、うん。言いたいことはわかる。ただそれってすごく難しいという、実務的に難しいと思うというか、私もさ、例えばその平均寿命から、その、X イコール平均寿命として、例えば80歳だとするじゃん。引く実年齢 をすれば、残りの人生の平均値っていうのが出るわけじゃん。例えば、平均寿命80歳だったら、私は30歳なんで、マイナス五十30で50と。とで、えっ、ー、と、選挙っていう,っていうか、政治っていうのが、未来への責任っていう意味合いだとすれば、未来への責任っていう意味合いだとすれば、その50票を持つと、自分は。そういうふうにしたら、合理的なんじゃないかな、とか、そのこと考えたことがあった。 えー、つまり、例えば、二十歳だったらもっと多いし、で、0歳とかだったら親がその代理行使して80票みたいなね。それで80歳の人は0票みたいな。そう、で、79歳の人は1票みたいなね。そうすると、まあ、合理的なのかなとか思ったけど、まあ、そうすると、あまりにもその、露骨に、えー、高齢者は生きてる意味がないみたいな感じになりそうだなというのは思うよね。だから、基本的人権の尊重っていうのはさ、法の下の平等っていうのと同じだから、その、法の下の平等っていうのは、その、一人、一票、その、 っていうのが大原則になるから、そのどんな人も人として、えー、個人として尊重されるっていうのは、まあ、イコールその、まあ、何歳だろうがそう,いうそういうバランスが崩れていようが、その、一個の,その個人として尊重される平,平等であるってことだから、それ考えるとやっぱりちょっと高齢者でも一人一分しなきゃしょうがないのかなっていうふうに思いますね。なんとなくそのい、良さそうな方法ってのはいくらも思い浮かぶんだけど、やっぱり実務的に結構難しいみたいなのが多いんだよね、実際問題ね。例えばまあ、 例えば、20代が選んだ議員を特別枠みたいな感じで出すとか、そういうのはあり得るかもしれないけどね。うん。まだあんまり買わらないと思いますよ、正直。あんまりね、買わらないと、構成は、うん。選挙、選挙とかってやっぱり単純な方がいいからさ、複雑にすればするほどけわかんなくなるから。 どうすればシルバーメン主義にな,ならずに済むのかなまあ、待つしかないんじゃないそれは。本当にね、不公平感感じること多いけどね、なんか年金も昔は月100円だったとかさ、そういうのとか聞くと、うん、やっぱりシルバー民シ主義って感じするよね。